中の空気中の毎日の中でいくつでも戦う場所は散らばっているから、どんな場面でも精一杯感じて笑って泣いて全て受け止めて、すいて腹減りましたか、ルルルと泣き出す響きのように、ようよく喋りますね、野間君。誰かと一緒にいたいよ、あら、ま、そう言えるようでありたいんだ。なるほど、例えば夢途切れ、一人目覚めた夜中のように、誰かにすぐに会いたくて泣きじゃくれるようにしたいのです。散らば